体って裏切らないので、やったらやった分だけ必ず良い成果が出るというか、確実に体に現れてくるっていう、全てがこう自信になっていく。トレーニングから始まる新しい人生の第一歩。今回はそのもっとより使える筋肉をということなんですけれども、はい、前回こうマシンを使って直線的な動きを、はい、やって筋肉を鍛えるということをしたんですけれども、はい、直線的な動きだけっていうことは まずないと思うんですよ。物を持ち上げるときって片方で重り持ってるときって絶対体ってねじれるけれども、はい、ねじれずに起き上がったりとかするじゃないですか、はいはいはい、それと一緒でいろんな方向から負荷がかかるっていうのがすごく大事で、その動作に対してこういい動きができて、動作に対して強度が上がっていろんな動きができるということが動ける体作りにとってすごく重要なことですので、今日はいろんな方向から負荷をかけた状態で、はい、トレーニングっていうのをやってみたいと思います、はい、例えばこういうようなケーブルですと横方向に引っ張られるという力がかかることができますので、いろんな方向へかけるストレスをかけてトレーニングすることができますので、今日はこのキネシスを使って最初にスクワットという動きをしていきたいと思います。ケーブルを持って後ろから前に手を伸ばしてあげます。そうすると腰が反りにくい方向にお腹に力が入りますので、まず手をまっすぐ伸ばして足はまっすぐ向けてあげます。この状態のままあとはスクワットをしていきます。しゃがむ、下まで行く、立ち上がる、しゃがむ、立ち上がる、しゃがむ、今度は引っ張る動きをやっていきたいと思います。今日は、膝立ちで行っていきたいと思います。で手をまっすぐ伸ばして、先日マシンでこう引っ張る動きをしましたけれども、それを今日は片手で引っ張って戻す動きですね。結構こう一見簡単に見えるんですけども、片方だけ重りがかかることによって体がこうねじれていく方向に負荷がかかりますので、ねじれないように体をまっすぐと維持したまま引っ張って戻す、要は回旋する方向に対して体を抵抗したまま引っ張っていくという動きですね。もう一回ね、いい、OK、一つの場所だけじゃなくって同時に全身が鍛えられている感じがすごいしますね。であと一番は集中しないとできない。今回やったそのエクササイズっていうのは見た目全然辛くなさそうに見えるんですけども、見え方ってあまり重要ではなくて、そのこうどう見えるかというよりも実際中で何が起きているかっていうことがすごい大事なので、例えばこっちを今ぐーっと僕が押されてたとして、僕は何もしないようにしていたとしたら、ずっとこのままでいたとしたら、こういう動きに対して僕はこう抵抗しているような状態なので、それってものすごく腹筋の筋肉を使ってまして、それは回旋する方向に対してすごい筋肉を使っているということになるので、そういった意味でこういろんな角度からケーブルを使ってだと負荷をかけられるので、ああいったのはすごいいいと思います。今度は押し出すエクササイズですね。先日やったチェストプレス、胸のトレーニングでやったような動きを、これも回旋の方向に少しストレスをかけながらやっていきたいと思います。片膝立ちになっていただいて、前と後ろの足90度を取っていきます。でこのまままっすぐにして、これも腰反りやすくなりますので、まっすぐにした状態からこのまままっすぐ伸ばす、引いて伸ばす、引くときにこれも体が回旋していきやすいですから、回旋に抵抗したまま押し出す、押し出すときもこう体がねじらないように上半身、上体が何も起きていないように見えるように引いて伸ばす、引いて伸ばす、引くとき結構こう前のめりになるので、前のめりにならないでもうちょい後ろ後ろ、その位置のまままっすぐ伸ばす、そうお腹にグッと力を入れて回旋しないまま、はい、OK。今度はデッドリフトという動きをやっていきたいと思います。デッドリフトという動きはお尻を後ろに出していって、要は股関節を後ろに曲げてお尻から裏側に対するストレスをかけていきたいエクササイズです。お尻を後ろに出すという動作はすごく難しいので、逆に前側からケーブルに引っ張られることによってそれに抵抗しようとしてお尻を後ろに出しやすくしてくれますので、
前から少し負荷をかけてあげた状態でお尻を後ろに引きながら、こういう動きですね。頭、そうですね、腰までまっすぐの状態から体を起こす。お尻を後ろに引いていって起き上がる。フィニッシュはもうそうで、あんまりもたれる感ちょっと消して、それぐらい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 、そう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 、裏伸びます、はい、完璧です完璧です完璧完璧、裏来ます、バッチリ。